携帯が死ぬんだって携帯に。もう今からさっきは何だと糸を手術したんだね。そう、入院今日終わりするのでそっぽぐしで。おばあちゃんの40歳じゃまつらないかんし。今やったら1000件とね。昨日、おととい、28日か。28日に入院した、おせっぽぐした。一緒になったあれらもなんかのバッチやわよ。なかなかやった、始まった。いや、一緒になったから。親がしてるのとこの手術が一緒になるのもうめったにないじゃん。それよりも何も、寺が人材の日に葬式で聞いたことない。人災の日じゃなかったね、月だった。女もの構えよ、布団広がされるぐらいで人に見せるんじゃないから、自然のこんな会話もあったよと思って見たらよ、自分が、うん、もうちょっとご飯入れたいね、本当は。まいかね、おばあちゃんも入れちゃおうか。どうぞ。よかったわ、冷やいご飯な。いや、美味しそうなんだと思う。ケチャップ入れたらどうやろうね。いや、でも美味しそう。なんか野菜を入れたいけど、オクラやったらある。これ混ぜよって、オクラ入れる。やめようか、オクラ入れたい。オクラ入れろ。いや、けどええかも、うん、これ卵入れたこっちに。
まあ嫌なもんじゃなくて、一生君が明智先生に良い夜道を。けど、牧野先生からよ、牧野富太郎じゃいう方から表彰でもらうだけだよね。あと、坪先生偉大って言うんだろ、偉大言うかよ。あ、素晴らしいと思う。まあ偉い、そうやね。あの人生きちゃったら、あそこ行くからやるよ、とか生きちゃったらどこだいなってやる。一生懸命今の五代さんの職務税の援助してるわ。しようろね、絶対それはしようね、絶対しよう。絶対は決められんけんど、まあしようかも、こう思う。絶対という言葉は人間死ぬの言いないよ。そうやと死ぬことは絶対言うてたもん。それ以外は絶対言うてたもん。お父さんにもじっとあげちゃうか。うん、これまあ言うなよ。はい、以上。これでよし。出来上がり。入れたんよ。はい。うん。ほんなら食べなさいよ、それを。うん、もうやったら美味しい。あ、青いも散らしとったらええのにね、これ。なんか。なんか綺麗なのね。はい、入れてどう。入れて、これ、うん、